真的好像强奸犯。Oh shit! What the hell? 后面 kidding 你啊，就这样跳过来。Oh shit!Hello， 欢迎大家回到影子的游戏空间。影子现在又要来玩《进击的巨人》啦。上次哦，存档之前呢，它有三个动画，那我们这边就让大家看一下上次的动画吧。应该是在画廊里面，还有三个连续的动画，上次 miss 掉了。是四个动画。我这边动画之中，我会把我的视讯关掉一下哦。無事でよかった。エレンやミカサは？俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。上次那一集是说艾伦变成那个巨人。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ。気がついたかエレン。ちゃんと体は動く。意識は正常なの。アルミ、なんで俺たちは囲まれてるんだ。なんなんだみんなの目は。まるで化け物を見ているような。イエーガー訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う。貴様の正体は何だ。人か巨人か。あ、結果还是被发现了。質問の意味がわかります。シラを切る気か、化け物め。他干嘛那么激动？冷静一点好吗？大勢の者が見たんだ。お前が巨人の体内から姿を現した瞬間。そんな。自分は人間だ。そうか。仕方ないことだ。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。再来就下一个。悪く思うな。やったか。这个音效配的也太震撼了吧！这个比漫画还好看太多了。なんなんだこりゃ。おいお前ら、エレン。わからん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は。俺はここを離れる。どこに？どうやって？とりあえずどこでもいい。俺をかばったりしなければ。お前らは。エレン、私も行く。私が遅れても。待てよミカサ。アルミンが。もしここで中東兵団をエレン、どうして僕にそんな決断を託すの。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。いつそんなことが。いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。
持续时间有这么久吗？还可以讨论完。自分は無力で走ってまといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ！彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報のすべてを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。很想赏他一拳，这个老人不讲理。エレン、ミカサ！相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシスしれ。お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。他怎么他让我想起了龟仙人？他的样子好像七龙珠里面的龟仙人。OK， 这次看完了，那我们继续玩我们的任务吧。噔噔噔，やったな！今天翻译成艾尔敏，但是漫画中我记得是阿敏。发音差不多了。艾尔敏感觉好像外国人。今日も頑張ろう。お母さん。いや、上面这边有东西，我去看看。哦，卖物品。应该没什么要买的，其实。装备之前也都弄好了，现在先不用做那个。最後に勝利するのは俺たち。这人是干嘛的？哦，重返之前的战斗不用，有任务。嚯！作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。
巨人と化した彼は禅門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間、彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。俺もだ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォールローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。哦，突然就开始，等一下。OK， 开始。訓練兵の援護のため、我是用阿尔敏哦。大の巨人を排除せればなら。会血巨人好多。80にいる巨人は、这也太密集了吧，这一关。太爽了。哦，有炮击帮忙，我想怎么那么多？こんなに巨人が密集してるのに。因为你的装备，うまく壁際に打ち寄せよう。そうすれば壁上からの援護の攻撃で倒しやすくなる。这么多不好控制。有时他们会互相挡到对方，然后就打不到。哎，十分擅长作战，是领导吧？战术之眼技能会强化集中指令成为命令指令。这个翻译有点怪怪。Oh shit！人類が巨人に勝ったことは、我知道アーミン就是可以。人類は正体を。指令队友攻击其中一个部位，跟一般角色不同的地方。可是他本身战斗力很低。成功した時、人類は初めて巨人。他攻击大概是别人的一半而已。成功する。その時は、人類が初めて。然后又没有什么战斗技能，没有连战，没有什么。没有什么回旋战之类的技能，只是普通砍。しかし、この一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。僕の立てた作戦が採用された。この作戦で勝てたと思う。どうやってサラスがトップのお前が考えたんだ。うまくいくだろう。くそ、キリがねえぞ。怖くなんかないぞ。斬殺。僕にも倒せた。要小看奥尔敏。你手我要了，下一只脚。哎，哦，他叫我按 B， 我都没有看到他任务提示，我按 B 了。哦，他还没好，我要等他。OK。新连长，助けないと。我去送你们帮忙了，我来了。因为更多巨人已经够多了，还一直出现。七星种，这手我要了。哦，这为什么瞄不到他的左手？左手给我！连斩！这是我自己用的连斩，并不是他的技能。もう大丈夫だ。助かった。補給物資を持ってきたから。先去下面好了 ，Let's go。
阿明还有另外一个技能，就是他进入战斗的时候，他的气囊跟武器跟刀片都会多准备几，比一般角色大概多两三个吧，忘记两还是三个。虽然本身战斗也比较低，可是他准备很齐全，好大招，宝器。哦 shit， 太快了。三。哎，怎么没斩到？奇怪。给我你的脚。刀。满身脖子。很多建筑物的时候也不太好控制，建筑物也会挡住那个勾勾。Let's go， 限制时间。我发现有限制时间，等一下是不是要输了？No， 不要！我限制时间快到了，我觉得我要输了，这盘要输了。没有看到限时间，他要先叫我把那些东西杀掉。哎，成功了，为什么 ？Oh shit! What the hell? 后面 kidding 你啊，就这样跳过来。Oh shit！ 陷阱。陷阱。我知道有闪光弹之类的，是闪光弹。有你的材料，我要你的材料。材料获得。这个噪音弹好像没什么用，看他没事。斩杀！这关敌人也太多了吧！使用闪光弹是击晕。有些巨人是通过声音侦测的，闪光弹就没有用。然后音响弹是透过眼睛闭上的巨人哦。OK， 所以巨人有分两种。所以看到眼睛闭上的巨人就要用噪音弹，然后眼睛有眼睛的巨人就是要用闪光弹。来试一下闪光弹。好，没事。啊，是闭着的，等一下噪音弹。知道痛了。然后掉下来了，哇！发生什么事？状况太激烈了吧？斩杀！原来技术已经比之前成熟了。脖子给我！斩喽！连砍！かなり巨神を減らせたぜ。これなら大岩の方から連弾が。何か緊急事態か。先把外面的打完，再去打那个红色的金枪哦。那应该是最后一任务，其他先打完。他刚刚是突然长大了吗？是不是我眼花？他本来小小子，我一砍他就变超大子。有你的材料，材料获得。那
跟朋友一起玩的那个模式呢，官方已经有意识到说很多人都会宕机，所以他应该马上会修好。他没有公布消息说会修好，所以希望下一集就可以跟 Ino 他们一起玩，这个多人玩应该不错，然后放给大家看。而且这个故事模式我一定会玩完的，有些游戏玩不玩但是有一些特别原因，可能是就存档被洗掉。我曾经玩过一个僵尸的游戏，存档被洗掉了，不想再重来玩。然后之前的言语圣所那个是实在是让我太愤怒了，那个玩不下去，真的这游戏超好玩的，真的值回票价、如果你们有买这个游戏，我觉得花得很值得。哎呀，这个动画啊跟音效啊跟战斗场景流畅度都做得非常的棒，这种 3D 荡来荡去的完全不会觉得卡卡。然后动画我觉得做得非常感人，它的音效跟它的动画还有配音都是真的有花心思，可以看得出来还蛮做得蛮细心，我觉得比漫画还好看。有些感人的地方真的会让你眼泪泛红。大岩の周りに飛行士が集まってきています。これではエレンが近寄れません。我家狗在叫唤。飛行士が直接叩くしかない。吃太多人类咯。这个就是眼睛闭起来的、哦、有眼睛 OK。 真的好像强奸犯。闪光弹对他有效，玩尾七星种或者是 BOSS 可能没效，还是有效的。原来不止一只，等一下看到后面好多只冲过来，有点紧张。不好意思大家，如果有听到背景有狗在叫，那是我们家的狗，不知道发生什么事。起坐，干嘛？举弱在叫，我们家的狼犬。大家在后面可以看到他探头。斩杀！今天帮菊肉买了一个软垫，可是他都不睡。菊肉，你要睡软垫啊，菊肉肉。他的巨人啊，うまく町の隅に誘い込めている。ここまでは作戦通りだ。あとは任せたぞ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ。行くぞ。超帅的。比蜘蛛侠还快超多。人間の比率で考えれば。あの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、
怎么回事？他有时候会不听使唤的。现在就是要证明给大家看的时候，他居然不听使唤。人类又多了一个敌人。这一个人拥有超高的战斗技巧跟冷酷的判断力，怎么看起来一点不像？看起来就是奸诈的、胆小的一个战斗力超低的人。这个倒比较像冷静，然后攻击战斗力很高的。秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか？艾伦被击败了。艾伦，カッサバイブして私がわからない。要控制三足啦，超高战斗技巧，连斩三足连斩。作戦は失敗だ。直接撤退するぞ。砍掉他的四肢，超快的。撤退はまだだ。回収するまで、エレンを巨人から守るぞ。斩斩脖子斩杀。彼は貴重な存在だ。置いてはいけない。作戦を変えて彼を守るんだ。好远，斩！大型基因种，帮忙。こいつのために今回到之前就会被我修理掉了。まだ続けるなんて正気なの？あら教えてくれ。Oh shit！ 好快。不要像小女孩奔跑。这样跑太快，我受不了。兵器とやらに命を投げ打って。え、反而是这个男的在保护。哇，也太多。小型基因种，小型的还没关系。小型的不难打。好血腥，全身都是血。你的手我要了。哦、不要靠近艾伦，我来了。好，脚的材料还没拿，算了。现在这种紧张时刻不管那么多。小子的 ，Hello， 小 baby。冲刺都不用，直接死吧你。小 baby 是出来插花的。しかし、それも限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど、足止めには使えない。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。ケチらして。お願いします。ピクシー司令からの伝令かもしれない。哦，血中哈！摩托，摩托！技能快没了，要换。刀片也快坏了。赶快换东西，什么都没了，快换快换！敌人来之前，给你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 ！助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って。Oh no！ 一緒に仲間を集め。我听到惨叫，好可怜。Sorry。人手がいる。来不及赶。分かったぞ。分かったよ。戦
わなければ勝てない。怎么回事？我还没打就死掉。传有插花的。生きられる強者だけね。味方が苦戦している。传有又有新的绰号，插花。又来一只插花的。也太多人要救了吧？救援要請。落とした。マリ。任務結束沒？我要去下一個了，快點快點快點。マルコ！失敗の縁談が出たのに、まだ巨人の誘導任務を続けてんのか？一人では危ない。成功，下一個。一緒に行動した方がいい。你做一個小任務，支線任務的話。你的气就会补满，所以就广安可以再用一次。戦わなければ勝てない。蹴散らして。僕なら大丈夫。味方だ。連弾。捕らえた。停下来了。流畅动作居然停下来了。不行。脖子要了，谢谢。巨人と戦ってるぞ。お前らか。蹴散らして。手伝ってくれ。又来一个。下一只，下一只，下一只。杀红眼了。なら一緒に戦って。啊？けどなんでこんなところにいるんだ？作戦はどうなった？小婴儿连前面攻击都可以把他干掉。仲間を集めている。好惨。なら俺も手伝って。没有角落可以躲。这样也可以撞到。好多人要救我，天哪！哪一个新的？啊，应该这个是，这个是后的。我要先救这个。接近阿尼，并和他们一起作战。不然触发那个支线了，但是我要先救这个人。没时间了，材料不拿了，脖子给我。可以走了，杀完了，拜拜。すまない。これから巨人高速用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなじを狙ってくれ。差点直接中他嘴巴，等下被他咬。快结束了。等一下，我要拿东西。ミカサ、作戦は。買わなければ勝てない。エレンはどうなっているんだ。エレンが暴走して、岩を運ぶ前に倒れた。仕方ないので。エレンを守っている。僕に考えがある。一緒にエレンのところへ行こう。捕らえた。生きられるのは勝者だけ。おっしゃ、又来。不要挡住阿明。まずい。こんな時に。アルミ、私の妻を離れないで。捕らえた。次。插花直接斩杀，超快！反応がなかった。誰がやっても意味がない。やるだけやってみるよ。とにかくエレンのところへ急がないと。跟上跟上，阿明快点！哦，shit！我就是怕这样怪物出现在他附近。我来了，我来了，我来了，冲哦！杀掉！插花的。Let's go， 我还是慢慢走好了，不太快，还要回来打。拜拜，还是等你一下。阿明，快点！他的装备一定没有升级过，飞这么慢，看我一飞就一飞就100公尺，100公尺的。
他飞比较好，飞得蛮慢的。僕がエレンをここから出す。後頭部から同じにかけて縦1メートル横10センチ。大丈夫、真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミたちはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。我总觉得这巨人就只会一直尖叫。很夸张啊，就算是人类，以人类大小这个巨石头的大小也搬不起来。あとはエレンを扉まで援護すれば僕らの勝ちだ。死したよ。エレンに巨人を近づけるな。石頭丢过去砸烂他们就好了。我们的命が引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。無理やり接近してでも巨人どもを俺たちに引きつけろ。把放上面好了，现在才发现会挡住字幕，有时候。来吧，一只，我线，插花儿居然差点抓到我。先杀哪一只啊？金汤号先救。没气了，哦 shit， 一个气都没有，哇，怎么办？只好等爆气了。没气不能冲刺，就慢慢的这样努力砍也行。不能冲刺，速度比较慢。哎，有气也太好了，有爆气就可以补回一些我的气囊。旋转攻击，延展，再来。被挡到，最后一只，要防艾伦。哎，我先拿东西，先打其他部位。该解决了吧？好像没了。暴气还在，一直杀，一直杀巨人的话，我的暴气只会一直回复，所以可以持续很久。加油！
快逃！我信。また巨人が入ってきたぞ。正反を他の巨人で手いっぱいだ。僕らでやるしかない。解決了。帅气的阿萨米。俺たちはみんな生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。戦え。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。おっしゃ。功了。我比较好奇的是那颗石头是哪来的，在城里怎么会有这么大的石头。人類が今日初めて巨人に勝ったよ。好玩啊。OK， 谢谢大家收看啦，我们这一集就先录到这边，那我们下集再见喽，各位再见，拜拜。哦，我控制巨人，哇，这么爽，真假的？